続いては、ラブソングです。まあ大事な人を思い浮かべて聴いてください。汗が目に染みてます。ここへないように
採用は一つ、宝石お届けしました。すっごくね、汗がすごいあの泣いてるわけじゃないんです、汗が目に入ってくる。本当に大丈夫ですか皆さん、背中にすごい光を浴びてるのでとってもポカポカしてます私の曲は、次で最後になるんですけど、ありがとうございます。ちょっとだけ、宣伝というか、今日 CD 販売してるのはもちろんなんですけど、いろいろやってます。 SNS もやってますし、今流行りの配信アプリ、ライブ配信やってます。公にやっているのはショールームをやっております。今日もね、実はちょっと配信してたりするんですけど、毎日割と、生放送で登場してます。トンボさんが秋ですねはい、してますので、もしご興味ある方、チラシがあるので、もしよければチラシだけでも、持ってってください。チラシじゃなくさいって思う人は、アルファベットで太陽は一つとローマ字読みで読めるように、私かな太陽は一つっていう名前なんですけど、もちろんかな太陽は一つでも出てくるんですが、太陽は一つだけでも出てくるので、よかったら YouTube だったりいろいろ見れます。よかったら、今日、言葉が出てこない今日ご縁につな、がれたら嬉しいです。はい、ということで、最後の曲、脳みそがね見えてるかもしれない何歌うんだったかな、まあいいか、じゃあ最悪思い出した、いつもそばにという曲、こういうライブ会場とかで、出会える方々に、思いを重ねて書いた曲、私がね、夜例えば寂しくて、外を眺めてる時とかあるんですけど、ロマンチックにでもその空には、星とかはもちろんあるんですけど、皆さんの顔が浮かんでたりします、そんな思いで書いた曲です。聴いてください。